ジウジアーロ率いるイタルデザインによる衝撃的なスタイリングで話題を呼んだ初代アリストは、1997年夏に2代目へと進化した。キープコンセプト路線ではあったが、そのスタイリングはトヨタ自身が行った。搭載エンジンをはじめとする主要コンポーネンツは基本的には先代からのキャリーオーバーであるが、時代にふさわしいリファインはきちんと行われていた。例えばアリストのシンボルともいえる3リットル直六エンジンはターボの V300 で最高出力280馬力、最大トルク46キロ。NA の S300 では最高出力230馬力、最大トルク31キロを発生。最大トルクが向上したのは可変バルブタイミング機構である VVTI などを新たに採用したためである。その結果、スポーツセダンとしてのパフォーマンスはさらに磨きがかかった。ターボ、NA ともに直六ならではの精緻な回転フィールが大きな魅力で、ターボモデルの過激なまでの動力性能も健在だ。組み合わせられるトランスミッションはデビュー当初こそ4速オートマチックだったが、2000年7月に5速へと多段化されている。さらにこの2代目アリストでは VSC や ARS といったさまざまな電子デバイスが盛り込まれたこともトピックである。もちろんセダンとしての居住性も進化した。中でも2800ミリまでホイールベースを延長した効果は大きく、リアシートの余裕は一層広くなっている。2005年8月、日本でのレクサスブランド幕開けとともに、アリストは新型モデル GS へと受け継がれることになった。Thank you.